読売新聞グループ本社読売新聞東京本社読売新聞中部支社2017年7月17日まで使用していた旧社奥読売新聞中部支社は愛知県名古屋市中区にある読売新聞東京本社の支社である読売新聞とスポーツ放置を愛知県岐阜県及び三重県に向けて発行している詳細は 読売新聞会社案内サイトの取材拠点一覧を参照。1974年7月31日、東京の株式会社読売新聞社は、大阪読売新聞社の設立に関わった、竹井博雄が経営する印刷会社、名古屋高速印刷株式会社と業務提携を結び、名古屋高速印刷は称号を、株式会社中部読売新聞社に変更した。 1975年3月25日に、読売新聞の東海3県においての発行としての、形で、愛知県、岐阜県、三重県を対象地域とする、中部読売新聞が創刊された。紙面は、東京で制作された紙面を一部共用し、読売本社と中部読売は、編集、公務、販売、広告などの部門で互いに協力し合った。創刊号は、 一般的な読売新聞の横並びの大字ではなく、中部読売独自による縦並びの大字が使われた。総刊号一面には、三県民の目となり耳となってと題した、竹井博雄社長の発刊の字が掲載された。中部読売時代は、読売新聞本体とは別法人、別組織であったが、記事内容は一部を除いて、読売東京本社版の紙面を共要していた。 一面下段のコラムと社説は、中部独自のものを掲載した。ただし、東京本社も東海三県向きに発行した中京版を出していたので、東海三県では、東京本社版、中部読売版の2つの読売が併売されたことになる。創刊当時、月決め購読料が500円と他の全国紙、ブロック紙より安く、コーヒー3倍分で1ヶ月間新聞が読めますを、 謳い文句としていた。こうしたことから、中日新聞など地元の新聞社が、中部読売の総刊直前から、日本新聞協会の歌舞伎校である、新聞公正取引協議委員会が、読売本社と中部読売は同一の事業主体であると指摘。読売新聞の差別対価、中部読売の不当連売との訴えを起こし、公正取引委員会に申告した。 公正取引委員会は中部読売総監当日の1975年3月25日、月決め500円の購読料は不当連売の疑いがあるとして、緊急停止命令を東京高等裁判所に申し立てた。同年4月30日に出た東京高裁の決定では、公正取引委員会の新決があるまで、月決め812円を下回る価格で販売しない、との判決が出た。 これを受けて、中部読売は1975年5月から月決め812円に値上げした。不当連売問題がネックとなって、全国紙系の新聞社でありながらも総監から長らく、日本新聞協会には加盟していなかったが、1987年5月20日、総監から12年目にして、新聞協会にようやく加盟した。読売名誉会長の無退光雄は、 中部進出は、私の生涯で、唯一の失敗だったと、竹井博友ら中部読売経営陣に退陣を求めた。その後経営不振から1988年2月1日に、読売新聞本社と吸収する形で、プロ野球球団読売ジャイアンツを経営する、読売工業に運営を委ね、中部読売新聞本社となった。巨人の黒字で、中日ドラゴンズの地元、 名古屋で新聞を発行するという形態となった。同年6月1日には、読売新聞中部本社となり、第5も中部読売新聞から他の本社と同じ読売新聞として再スタートを切った。読売本誌の社説と一面下段コラムの編集手帳も中部本社発足の日から掲載されるようになった。中部本社は編集と販売のみの業務で、 中部本社版の紙面の制作は、読売新聞社が一括して行うようになった。また、これと同時に、中部読売が発売されていた三重県の伊賀地方は、大阪本社の管轄に変更された。伊賀地域は、京阪新通勤圏に近く、近畿地方のニュースを多く利用していることや他の、全国紙もこの地域は、大阪本社管轄であることを配慮した。なお、他市が、 大阪版管轄の熊野市、南室郡向けには、読売のみ従前通り、中部版を発行した。ただし、南室郡気泡庁の一部では、中部支社版と大阪本社版が併売されている。2002年7月1日に、読売新聞社が、持ち株会社、読売新聞グループ本社に移行したことから、中部本社は株式会社読売の会社分割で、 株式会社読売新聞東京本社に、九州合併され、同社の中部支社に格下げされた。またこれに伴い相関号からの発行号数を示す、上戸氏も、それまでの中部読売総刊の1975年からの、合計から、東京本社の相関時からのそれに変更された。なおこれに関連して、同じ、読売参加の読売新聞西部本社は、 持ち株会社参加の企業として改めて設立された。2017年7月18日、旧所在地より約200メートル北の那谷橋南東にある、那谷橋東第一所市街地再開発事業の業務旨に移転した。なお、旧社屋の跡地はコートヤードバイマリオット名古屋として2022年春に開業の予定である。読売新聞中部支社管轄地域である、 東海3県では、中部読売の時代から夕刊を発行せず、長刊単独で発行しているが、静岡県の夕刊と浜松市など、遠州地方向けの長刊については、愛知県清須市にある、読売新聞清須工場で印刷して、トラック輸送している。これについては、中部支社の設備が過剰とならないよう東京本社が配慮したからではないかと推測する向きもある。 東西に長い静岡県においては、県西部こそ名古屋市に近いが、大井川よりも東の地域はむしろ、東京の方が近く、トラック輸送のコスト的にも横浜市のセア工場からの方が安価であるというのが、その推測の主な理由とみられる。なお、静岡県の読売本市は、基本的には神奈川県横浜市セアにある、読売新聞セア工場で印刷している。 発行所のクレジットも中部社ではなく、東京本社であり、清須工場で印刷されている有敢及び、演習地方向けの長官も同様である。ちなみに、清須工場は、読売新聞東京本社と名古屋市に本社を置く、武田印刷の共同出資によって設立された、東海プリントメディアによって運営されている。同じようなことは、静岡県全域が、 東京本社管轄の毎日新聞でも言っている。スポーツ放置の中部版も放置新聞社ではなく読売新聞中部支社からの発行である。創刊は1979年2月22日で、これもそれまで発行されていなかった放置新聞の東海3県での基盤を整えるために放置スポーツとして創刊し、基本的には中部版独自の番組表、公営競技面、 大阪本社制作の中央競馬面などを除き、東京本社発行版と同じ紙面を利用している。1996年に他の本社と同じスポーツ放置と改めた。なお、中部版スポーツ放置では一面の日付部分、あるいは各ページの第三種郵便物認可の横にある放置新聞のクレジットは外されており、一面日付の、それにもスポーツ放置の大事が入っている。 また、放置スポーツの時代は、他本社が一面や最終面に、カラー紙面を連日採用して、以後もしばらくは、モノクロ紙面で、見出しの色も、放置のシンボルカラーである緑色ではなく、朱色が使われていた時代があったが、現在は、他本社同様カラー紙面、見出しも緑色ベースとなっている。なおに千十五年に入ってからは、一ページの大事にある、発行色レジットが、従来の、 コピーライト、読売新聞チューブ本社読売新聞社の単独からコピーライト、読売新聞社、放置新聞社と並列記載されている。スポーツ放置チ,チューブ版は名古屋で発行するスポーツ紙で唯一新聞休館日の特別版を発行していない。休館日前日の一面には明日の本紙は休みますと表記される。スポーツ放置は他の地域本社同様。 東京本社版の紙面内容を大半現地印刷で引用しているため、編集能力が乏しい。そのことから名古屋を本拠とする中日ドラゴンズよりも、読売ジャイアンツの記事が一面トップなど主軸になってきている。また、系列の読売新聞では、大阪版では2000年代以降、阪神タイガースオリックスバファローズ、西部版では福岡ソフトバンクホークスの記事を、 主軸に据える機会が増えつつある中、チューブ版はやはり、東京本社の本部で制作した紙面をそのまま使用することから、巨人をトップにする比率が高く、中日は地元ながら、サブ扱いとされることが多い。アダルト面は、東京、大阪版では駅売りで一時期連載していたが、チューブ版は連載していない。ただし一面は、日刊スポーツ。 スポーツ日本と共に宅配版と駅売り版で差し替えを行っている。愛知県、岐阜県、三重県の内熊の伊賀地域を除く地域三重県熊野版番組解説記事中物社版のテレビ欄の番組解説は最終面の場合地元局表記となるが中面の番組解説は読売新聞東京本社館内の記事を共有するため在京キー局の表記になっている。 番組面の美光ラジオ番組欄については、2012年3月31日までは、MBS ラジオ、朝日放送、ラジオ大阪、KBS 京都、和歌山放送、SBS ラジオ、K ミックスの番組欄も、全地域共通で掲載されていたが、BS デジタル放送の増加により掲載を打ち切った。それに変わる形で、ラジオ日本を含めた在京 AM ラジオ4局の、 深夜番組欄を掲載するようになった。また地上波テレビの琵和湖放送、奈良テレビ放送も中面に全地域共通で掲載されていたが、前述の理由で掲載を取りやめている。両局はそれぞれ東海地方のごく一部で視聴できることを配慮したものである。三重県熊野版のテレビ欄の表記について、ABC テレビは1989年の名称変更後も長らく、 朝日放送として表記されていたが、2014年6月12日付から、ABC テレビの表記に変更された。また、読売テレビの表記も同日に、読売テレビから、読売テレビに変更され、関西テレビの表記は2015年3月30日付から、関テレに変更された。BS111 の番組欄は2017年4月1日付から、最終面に移設した。 またスポーツ放置の中部死社版のテレビ面も以前は独自のカットを使用していたが少なくとも地デジへの完全移行が実施されてから曲名カットはテレビラジオとも読売新聞中部死社版のものをそのまま使用しているただし番組解説と J スポーツ以外の CS 放送一部独立 BS については紙面構成の都合上収録されておらず1ページに テレビラジオの番組をまとめたものになっている。愛知県県版の大事は、愛知で統一。岐阜県、三重県、名古屋とよはしぎふたかやまつおわせ仙台、東京、大阪、広島、福岡、那覇、中部支社版長官のページ数の表記の横に、のマークがついているが、これは、中部版であることを示しているものである。1988年6月の中部、本社発足当初から、 復帰されている。読売長官の4コマ漫画、コボちゃんは2004年12月1日付から全国紙の4コマ漫画では初めてカラー化されたが、中部試写版ではカラー化されていなかった。しかし、清須工場の稼働に合わせて2008年3月31日よりカラー化された。この中部読売が創刊される前の九百六十年から百七十一年の間、 名古屋テレビ放送では、毎週平日早朝の帯番組、NNN 朝7時のニュースを、読売新聞7時のニュースと解題して放送していた。1969年に、現在の NNN 系列、中京テレビ放送が、中京 UHF テレビ放送として開局した、当時も、1973年4月改編で変則クロスネットが整理されるまでは、 目からケレでこの番組が放送された。タイトルに、読売新聞と入れた理由は、読売新聞社がメテレの使用株主だからである。なお、当初読売が名古屋に進出するにあたって、新州大谷派名古屋別院から土地を借り受けて、社屋を建設することを計画していたが、現在その土地は、メテレが社屋として使用している。中部本社発足時より、紙面制作は、 東京本社が担当しているが、その後、毎日新聞中部本社も1995年より、同様に、紙面制作を東京本社に集約した。なお、2000年代中頃、プロ野球解説者の豊田康光が、当社の中部死者格下げを、毎日の死者格下げと勘違いしたコラムを、週刊誌の連載に執筆し、毎日側からクレームがついて謝罪する騒動が、起きている。 読売新聞オンラインの紙面イメージビューアで5大都市、北海道、西部の各本支社版において、中部支社版の紙面は、同年3月31日までは、地方面の記事のみ、翌4月1日からは、地方面を含むすべての紙面記事の閲覧が可能になる。ただし、読売本体も戦前に、縦組の大事が使われたことがある AB 参考、配管、 旧館の新聞たち中部読売新聞。左端に NHK の2つのチャンネル、その隣に静岡県の番組表があり、さらにその右端に向かって中京3県のものがある、集団的消費者被害回復制度等に関する研究会報告書、内閣府国民生活教区、P70、2020年2月28日閲覧、楽天の 送料込みライン統一施策の停止を求めて、コートリーが緊急停止命令の申し立て、ネットショップ担当者フォーラム、2020年2月28日へ閲覧、公正取引委員会が裁判所に緊急停止命令を申し立てるのは2020年2月時点で発見しかなく、極めて異例のケースである。コートリー、優先ブロード、緊急停止命令交際に、 申し立て音楽放送販売で、ブルームバーグ、2020年2月28日閲覧。1952年に大阪本社版が創刊され、全国紙に発展する以前は、中日と読売は提携関係にあったナヤ橋、東東畜市街地再開発組合2017年4月29日付、読売新聞第3社会面2019年4月13日付、 読売新聞第3社会面大手3大新聞では5大都市圏向きには朝夕刊のセットで発売されているが毎日新聞北海道支社は2008年8月30日で夕刊を休止し朝日新聞名古屋本社でも2012年10月13日付をもって土曜日に限り夕刊を休止しているまた産経新聞東京本社も2002年3月30日で 夕刊を休止。日本経済新聞北海道版、産経新聞西部本部も創刊当時から夕刊が元からない。朝日新聞は静岡県東部、伊豆、中部が東京、西部が名古屋管轄産経新聞は名古屋の印刷拠点や印刷委託先がないため、静岡県版は関東の産経新聞印刷の工場で印刷 ラジオ日本の本社は神奈川県横浜市にあるが番組の大半は東京支社で制作されている現在はトヨタ自動車と朝日新聞社が中心だが読売とも資本関係にある読売新聞オンライン充実の4月読売新聞からのお知らせたしでは朝日新聞デジタルでは北海道支社版の記事以外が読めず毎日新聞は読者かつ登録をすれば無料での本支社版の 各庁友館の閲覧が可能。新聞教室終了。ありがとうございます。